はい、皆様おはようございます。いよいよやってまいりました。はい、ね、佐世保記念の全県日でございます。はい、いよいよ。いよいよですよ、はい、ね、G3 が始まりますけれども、はい、今日この時間、今だいたい11時ぐらいかな。そうですね、11時4分ですね。11時4分でございますか。はい、選手が続々と佐世保競輪場の検車場にやってまいりましたんで、はい、突撃インタビューでございます。そうですね、まず前回やってるからね。そうですね、3回目ですね。あ、そっかそっか、はい、全プロの時と。そうね、はい、はい、ということになりますんで、はい、まあ、萌香ちゃんにしっかりと質問してもらえたらなと。私ができれば。私がなんですね。そうなんですね。はいはい、はい、みんなね、選手の皆さんマスクしてるからね。いや、そうなんですよね。顔わかる？いや、ほとんどわかりません。はい、まあすいません、私山下と言いますけれども、はい、またお名前よろしくお願いしますみたいなところから入ってみるのもいいと思います。名前を聞くんですか？こちらからお話をお願いするのに名前を聞くっていう。そっから、はい、まあ、それもありかもしれない。はい、そうですね、はい、そうなんかな、うん、まあ、とにかく頑張っていきましょう。はい、はい、頑張ります。はい、ではスタートでーす。はい、はい、はい、あ、もう一回じゃん。はい、はい、あ、もう全然ダメな感じです。座ってるもんでも全然大丈夫です。はい、はい、もう一回じゃあ、はい、お名前を聞くところから、はい、お名前を聞くところから。すいません、私アシスタントの山下萌香と申します。よろしくお願いいたします。はい、え、まずそしたらお名前から。すみません、すみませんが、はい、何とんかと。はい、いえ、奈良県のあの伊予の高照です。はい、はい、はい、奈良から伊予野さんでございます。はい、伊予野選手に、はい、え、もう回ってるんですか？もう回ってます。あ、回ってるんですね。回ってますよ。はい、伊予野選手にここからお話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。すいません、失礼な入りです。いやいや、もうすごいですね。いきなり来るんですね。そうですね。はい、すいません、ちょっと正直な話、はい、ムッとしました。いや、そんなことないです。俺を誰だと思って、はい、いや、そんなことはないです。全く思ってないです。はい、いや、実はね、はい、この山下萌香さんが、はい、大の野球好き。あ、そうなんですか。はい、ちょっと野球上手い人だ。え、されてたんですか。いやいや、そんなことないです。もうちょっとあのね、ちょっとだけやってただけで。あ、そうなんですか。はい、いや、もうちょうど掘り下げて掘り下げて、ね、ちょうど今ね、高校野球の時期なんで、はい、そうですよね。見にはあんまり行かれないですか。はい、行かないですね。もう見には行かないんです。はい、見にも行かないですね。やる方やる方。はい、あ、やる方なんですか。はい、今ちょっとされたりとか。いや、今はもう全くしてないです。あ、そうなんですね。はい、え、ちなみにされてた時はキュビットとかどこされてたんですか。ピッチャーをしてました。ピッチャーやったんですか。はい、え、どうしよう、楽しい。ピッチャーですよ。そうなんですか。もう言っていいですか。あの阪神タイガースであのプレーしてました。え、本当に。ちょっと待って、本当に。はい、そうよ。え、ちょっとびっくり。はい、だからもうドア玉ですよ。だって野球好きの。え、待って、やってたとかじゃないもんな。まあ、ケアもしながら。はい、はい、はい、これカメラいる？普通の話でよくない？いいの。最後にちょっとほら、伊予野さんに頑張ってくださいっていう思いを。いや、もう本当に本当に失礼な入りで、改めて申し訳ないなって思ったんですけど、何も知らなくて。いえ、全然。はい、いや、もう本当に、まあ、今後ともよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、スタジオから応援してますので、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、元阪神タイガース伊予野選手の、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、アシスタントの山下萌香と申します。はい、よろしくお願いいたします。はい、今あのすごい入念になんか、いや、入念ではないですけど、はいはい、ちょっとギアを前使ってたのに戻したんで、ちょっとチェーンを。あ、チェーンもそれに当たって、長さ違って新しく変えて、はいはいはい、あ、そうなんですね。すごい真剣にこれ、ね、いや、そうですね。うん、ね、部品変えてただけです。はい、どうですか、前のやつと今回のやつと。まだね、これから乗ってみないとわからないと思いますけど。あ、そう、まあでもこれで調子良かったんで、はい、はい、まあ問題ないから。あ、今回どうですか、手応えというか、自信というか。あ、まあ久留米記念よりかはいいかなと。先月久留米走ってるんですけど、はい、九州なんかあれですね。そうですね、次も小倉なんで。最近よく呼ばれますね。え、はい、結構移動大変でしょう。あ、久留米はそうでもないです。ここはちょっと遠いですね、仙台からだと。そうそう、宮城ね、仙台から。いや、大変ですね。どうですか、九州は。まあ、美味しいものもね、またあの仙台とはちょっと違うと思いますけれども、はい、暑いです。それが一番暑いかもしれないですね。え、仙台も結構暑いでしょう。いや、でも東北の中でも涼しいかなと思うんですけどね。結構そうですか。うん、
暑さ対策なんかは何か考えてやってますか？いや外で練習しないっす。え、外で練習しない？俺はしてないっす。朝なおさら暑いっすから。涼しい、まあ、朝とか室内です、はい、涼しい、はい、それで手応えというか調子がね上がってきてるならいうことなし？まあそうですね、夏は結構朝やるんで、うん、そうですね、コンディション もうバッチリみたいな感じ。そうですね、本当にね。はい、ちょっと練習の、いやいや、ね、はい、もうね、美味しいものをしっかり食べて、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、すいません、どうもお邪魔してありがとうございました。はい、秋山選手でございました。はい、すいません、ご協力ありがとうございました。いきなりお渡辺正也選手でございます。お願いします。いやいや、注目の、そうですよね、ルーキー、ルーキーかな。いやー、まあでももういっぱい出てきてるんでルーキーなんですかね、わかんないですけど、ね、はい、いやいや、これ記念佐世保初めて、初めてです、ね、はい、どうですか佐世保にやってきて、この風。あ、涼しいですね、結構。あ、静岡よりは。いや、もう全然涼しいです、ね、ライブと、はい、あ、まあ昼間はねもうちょっと暑くなってくるかも。あ、はい、今どうですか、まあね、賞金もね、はい、かなり入ってきて、まあ、自由に使えるお金も増えたとは思いますけれど、ね、はい、まあ本当に実家にいて、まあ、独身なんで、うん、もう使いたい放題なんでまあ本当に嬉しいです、賞金は上がったことは。賞金ね、はい、上がるとね。そうですね、うん、欲しいものはじゃあもうとりあえず今のところはそうですね、ちょっと車買ったばっかなんですけど、うん、車欲しいなと思ってます。買ったばっかり、買ったばっかりなのにまた次の車が欲しくなっている。そうですね、はい、まあでもまだ多分父許してくれないんで、そこは。いや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 、お父様知ってる？お前方は。いや、もちろんです知ってる？いや、ちゃんとベース見たことありますよ。見たことある？はい、お父様は厳しい方ですかね。いや、家じゃ全然厳しくないですけど。家では、はい、でも一緒に住んでる、ね、まあ、一緒に、はい、ね、でも練習になると厳しいですね、やっぱり。ああ、やっぱこのプロの世界に入ろうと思ってからはやっぱりちょっと違う、はい、ああ、まあ違いますね、やっぱり。あ、結構厳しくはなりましたね。どういうところ？まあ、高校の時はアマチュアだったんで、うんうん、もうめちゃめちゃ家でも厳しくて、うん、まあ部活帰ってきてちょっと寝てたら、うん、怒られて、ああ、寝とんだと、ふざけんなっていう、怒られて、ふざけんな、はい、何寝てんだみたいな寝てたら、はい、寝てるだけですよね。まあでも、はい、そっから練習しろみたいな、はい、追い込めた、競輪をなめんなみたいな感じで怒られて、そうなんだ。でもプロになってからは全くないっすね、もう寝てても何も言われないし。それはもうあれだ、はい、自己責任、もうそういう感じですね、プロになってから、はい、もう多分自分の背中を見ろみたいな感じで、あ、何も言わず、あ、まあそれを感じ取って自分も頑張ってるんですけど。なるほどね、はい、それはもう背中で。そうですね、あ、そうか、かっこいいね、やっぱりね。そんなお父様もちょっと普段、まあ、プライベートでね、見せない顔っていうのが家ではあると思うんですけども、はい、はい、あんまりイメージないんですけど、はい、ちょっとこう、なんていうかね、どんくさいところっていうかね、なんかないですかね。あ、いや、でも、上を向いて歩く人なんで、はい、すぐつまずくんですよ。ここね、はい、ここが、はい、上昇志向なんだみたいですね、なんか彼は、はい、足元が、足元がだからちょっと、なんていうんですかね、はい、ちょっと弱いですね。競輪、はい、選手の足元弱いってちょっと問題ありますけど、はいはい、まあ、常に上だけを見てるっていうのはいいことですよ。そうです ね、はい、人生も、ね、そうですね、はい、はい、では最後にちょっと今節目標を教えてください。まあ初の G3 ってこともあって、まあ積極的に攻めて、はい、まあ、準決勝まで行きたいなと思ってるんで、まあ、あわよくば決勝も行きたいんで、はい、まあ、一日一日一戦一戦頑張って、まあ、行けるとこまで行くんで応援お願いします。はい、分かりました、頑張ってください。ありがとうございました。渡辺選手でございました。はい、それでは坂本和也選手にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、佐世保記念地元です。
まあちょっとまだ緊張してます。あ、そうですよね。ちょっとね、坂本支部長の方がね、今回出ないみたいな。そうですね、うん、はい。あ、その分ね、しっかりちょっと背負って頑張りたいっていうのもありますよね、はい、そうですね。そうですね、えらい、また真面目な多分、ね、じゃあそうだから坂本さんより、はい、萌香の方が緊張してるんで。そうですか、はい、なんかどうやったら彼女がリラックスできるかっていう、ちょっと自分の経験からなんかないですかね。リラックス、はい、どうやったらあの本番で、はい、緊張せずに臨めるかっていう。基本緊張してるんで自分も本当自体そうですね。なんかもうなんかな、自分の庭ぐらいの感じで、はい、無理に考えて緊張しないようにはしてますけど。あ、今回特にそうですね、佐世保だからみたいな感じ。はい、レースになったら佐世保こそ緊張しないと思うんですけど、うん、今日はなんかちょっと緊張してます。あ、そうなんですか。今日の方が、はい、初めてなんでちょっと分かんないです。感覚が初めてなんで。まあでも自分の庭っていうことで言うと、まあこの佐世保は、まあ、坂本選手もそうだし、うん、森川さんもそうじゃないですか。庭、2年目ですけど庭っていうふうにはなかなかまだ思えない。いや、なんか思っていいんですかね。いや、もう無理やり思うようにしてます。ね、相手がどんな強い選手であろうとも。そうですね、相手がなんか江藤美希であろうとも。そんな感じです。相手が江藤さんの場合はちょっと話が変わるかもしれない。変わる、変わる。いや、あの変わんないですよね、勝負は、ね、変わんないですね。そういう選手が相手でもね。はい、うん、もうそこは、ね、あの他のもしかしたらあの私の方がとても知ってるの感は出せるかなって今ちょっと思ったんですけど、江藤さんの方が知っとくなと思って。いやいや、そんなことはない。長崎っていう広い括りで言ったら絶対なんだから。そうですね、もう完全に自分人間ではありますけど ね、自分メインぐらいの感じで。そうですね、もう私の長崎のとてなみたいな。やっぱここ俺が主役だぐらいな感じで。そうですね、もうそうじゃなくてもそういう風な感じ。そうじゃない。思い込んでしまう。はい、自信を持って。暑いのはこういう。暑いのはまあ暑いのは暑いですけど、体調崩したりとかしないです。腰ちょっと一時って言ってたのはもうだいぶと良くなって。そうですね。今もケアしながら。うん、ケアしながら。はい、出るんで、腰痛は、ケアしながらやってます。いやいや、坂本選手はあれですよ、もうあの強気なレーススタイルが僕はもう大好きなんですよ。うん、そうですね、ありがとうございます。だから俺が主役だっていうふうに行くもん。いや、そうそう、バーン行けない時はね。そうですね。バーンかなんですね。縦に踏めよってコメントが多いんですけど。いやいや、あのガッツはやっぱりお父さん譲りかなって。いや、まあ、ありがとうございます。はい、まあ今回ちょっとね、はい、旋風巻き起こせるように。そうですね、頑張りたいです。はい、目標なんかあります？目標、そうですね、準決勝何回か乗ってるんで決勝行きたいです。はい、決勝まで、はい、ということで、はい、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、森川さんどうぞ。はい、それではここから伊藤有希選手にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。あ、佐世保何回目？いや、もう最近めっちゃ来てますよ。なんか、ね、結構ね、結構いらっしゃってますね。4回ぐらい来てますね。なんか11月ぐらいからそうですね、まあ、もう慣れました、ね、なんか。そしたらもうバンクの特性とかも、はい、あんまり得意じゃないですけど。あ、得意ではないですか。そう、見てよこれ、スラッとした。いや、ね、いや全然いい感じで髪の毛も焼けてて。ねえ、めっちゃスタイルいいですよね。スタイルいいの、ね、スタイル良くないの、ね、最近ちょっと太ってきました。え、伊藤さんいくつだったっけ。30歳です。30歳、はい、まだ早くないですか。ちょっと痩せにくくなりました。あー、代謝がいわゆる、はい、前はちょっと痩せようと思ったらすぐ痩せれたんですけど、ああ、はあ、最近減らないですね。最近だから。でも練習はね、同じぐらいのメニュー。練習は一緒ぐらい、昔よりやってるぐらいで、あ、で食べる量もそんな増えてないんですけど、はあ、食べる量変わんない。変わんないですね。変わんないっていうか、ちょっと減ったかもしれないですけど。ああ、やっぱりそれ20代の時よりは食はね。そうですね、落ちますね。脂っこいもんでももうゴリゴリ食べれなくなっちゃう。もともと食べれない、お腹壊しちゃうんで。焼肉とか行くと あんまり脂っこいもんがダメな方なの。焼肉は出たらもう払いたいから。わかります。ちょっと待って、店出たらもう払いたいんですよ。
ちょっと待って、あれ、あのニンニクがダメっていう人は僕知ってます。いや、油ですかね。肉の油、あ、います。おるでしょ。はい、大津直之って言うんですけど下部位のすき焼きはやめてくれっていうオーダーが来るんですよ。美味しいんですけど、うん、出たらもう、あ、ちょっとお腹痛いわ。あ、油っけがダメ。あの、肉の白いとこですよね、要は。そうですね、美味しいんですけどね。うまいけどうまいけど、うん、お腹は痛くなります。脂身とか一切ダメ。脂身は食べますけど、お腹は壊すよ。でも焼肉食べて出たらってことは1時間後とかそんなスパンでしょ。そうだ、0キロカロリーです。意味が分かんない。意味が分かんない。ゼロキロカロリーで出るからね。出るから。すぐ食べてすぐ出るから。全く何も違うから。多分出てんのは違うやつだ。その前のやつだ。あ、そう。一個前ぐらいだ。これ長すぎ。いいですか。大丈夫です。これ伊藤さんのイメージにちょっと関わるところもね。いや僕こんな。だってもうね、どこのジャニーズかぐらい本当に。こんなもんですよ。ね。うん。いや、あのね、本当に職業変えてもいけると思いますよ。いや、無理ですよ。まだ思ってたんですよ。え、辞めたら何すんやろなと思って。辞めたら、ないっすね。ないっすね。いや、なんかしれっとなんかどっかのタレント事務所に入ってなんか、できることがなさすぎて、ケリン頑張ろうと思って。いや、まあまあね、そっちをまずメインで頑張っていただきたいですけれどもね。いや最近ちょっとね、グレードレースの G1 戦線とか見てても中部ちょっと寂しいじゃないですか。あ、ね、あ、頑張らないとダメなんですけど、なんか何を頑張ったらいいかも分かんないですよ。なんか頑張ってるんですよ。頑張ってるけど何を頑張ったら成績が上向くみたいな。個人的な、個人的にですね。そのあ、まあなんか練習は頑張ってると思うんですよ。だったらそんな浅井さんとか淳さんとか、まあ、ね、身近におる人と普通にやってて頑張ってると思うんですけど、うん、何が足りんのかなみたいな。何が足らんのでしょうね。ああ、それがすごい不思議で、うん、今、ああ、今じゃあ試行錯誤してる真っ最中。そうですね、ああ、まあ、まあ我慢してやったらそのうち、うん、なんか回ってくんじゃないかとか思うしかないですよ、ね、若い子大砲みたいなのがチューブで出てきたらね、またうん、まあ剣也とかいますけど、うんうん、なんか最近多いっすなってきましたよね、うん、チューブもなんかあの岐阜県とか志田とかもあれやし、うんうんうん、橋本勇気とかも、はいはいはい、ああ橋本、はい、ね、なんか良くなってきてるんで、うん、そろそろなんか回ってきたらチャンスかなとか思ったりしますけど、うんうん、まず自力で勝てないと、うん、なんかダメですし、まあ、点数上げないと回っても来ないんで、それまでにしっかりと上げたいですけど、ね、今はちょっと大変な時期かもしれないけど、まあ、でもまあ、うん、しょうがないですよ、しょうがない、うん、そういう時もあると思うんですね。まあ、焼肉はほどほどにして、じゃあ、そうですね、今回食べてないです。そもそもね、食べてない。はい、すみません、じゃあ、あのコンセプトの意気込みは最後に、はい、お願いいたします。はい、最近あんま良くなかったんですけど、ここ1ヶ月ぐらい空いて練習しっかりして、今回はちょっと自信持っていきます。4日間頑張ります。はい、ありがとうございました。それでは広和選手にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。和さん、はい、これ個人的な話になるんですけども、はい、この間ね、教えていただいたパンケーキ屋さん、はい、本当に美味しかったです。美味しかったですか。よかったです。そしたらすごかったね、あれパンケーキ。あー、本当に有名で、もう毎日のように行列が、ね、はすごいところで、ね、だって平日のお昼時に行ったんですよ。でも並びましたもんね。はあ、30分くらい待ちました。人がいっぱいはいいんだけど、はあ、その人のほとんどが若い、可愛い女子だったっていう情報を聞いてるんですよ。いや、間違いないですね。間違いない。はあ、で、和也君はどうしてそこに行くのかっていう。女の子目当てじゃないのかっていう。そう、まあ、まあ、そうですね。まあ、担当直入見るとそういうことになるんですけど、まあ、ちょっと、まあ、7割ぐらいそれあるんですけど。やっぱパンケーキが3割美味しいんで。女の子7割、パンケーキが3割、3ですね、3割ぐらい。ああ、でもやっぱ、うん、あの井出さんとか井出武史さん、はい、で、あの梅崎さんデビューした、はいはい、船倉拓郎さんとか、うん、で4人で結構
いつもこのメンバーで行くんですけど、すごいメンバーですね。ちょっともう目線が痛くて、これ、ま、ガチナンパ始まりそうな雰囲気じゃないですか。あの逆にですね、はい、あのゲイって思われてる。こんなムキムキの、そうか、こんな体であのバーッて入っていくんで、はい、なんか多分そっち系で多分見られてるだろうなと。あ、なるほどね。はい、どっちが女役でどっちが男役かみたいな。だからわざと手つないで入ろうかって言ってみんなでこう手つないでちょっと今度入ってみようかなと思って。どうも、まあ、知ってるからね、もうすでに。いや、まあそうです。いや、でも確かにおしゃれなカフェにガタイがいい4人組が入ってきたら二度見するかもしれない。するよね。するかもしれない。みんなでこう写真撮ってる。あ、ね、でもね、年齢も結構バラバラですよね。バラバラですよね。ね、バラバラでね。ね、ただあの、ね、平尾さんもその関係、あのお父さんね、行ったんですけど、一緒に。あの、そう、平尾さんめっちゃ楽しんでます。好きですもんね。そう、もう本当にずっと写真撮って。好きってのは何や。あ、甘いものが。あ、パンキー。あ、よかったよかった。あ、よかった。危ない。危ない。どっちかなと思って。今変な話引き出したから。いや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 。また女の子見るのも好きでしょうけど。あ、見るの。見るだけで大丈夫。お、親父ますね。ああ顔がでかいんで。顔そんな。佐々木はそんな顔はね、ちゃんと。そうですね。あの母親にいてよかったです。いやー、さっきからね、いろいろ言われてましたよ。ああ、そうですか。ある日見たかったり。ああ、うん。もうあの息子は親父と違って本当にレッツショールですね。まくり一本でしたっけ。親父はやっぱ反面教師で先行しないとダメだなと思ってね。え、どう思いかちゃんから見てて。いや本当にね、逆にいいお父さんなんじゃないかなって思いますもんね。まあ勉強になりますね。いろ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 と。それ褒めてないから二人とも全然。はい。ああしたらダメだなと思って。あしたらダメだな。こうしたらこうしたらね、うん、でもね、家で何も言われませんで、はい、先生。いや、結構言ってくるんですよ。あ、言われますか。ああ言うんだ。いや、なんか普段は言わないんですけど、酒入った時に。ああ。お酒入ったらやっぱ、思ってることを言っちゃう。ね、本音がね。うん、なるほど。めんどくさって思って。あ、めんどくさ。何がめんどくさいか、あのね、多分ね、同じこと5回ぐらい間違いないです。最近多分アルツハイマー出てきてます。そんなひどい。本当に一緒の話10回ぐらい言うの。する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 。もういいっていうぐらい。あれ、ね、何なんですかね。不思議ですよね。子供の時はそうじゃなかった。いや全然、あの自分が子供の頃はそういう話なかったんですけど、うん、なかったけど最近かなり増えてきたんで、うん、多分アルツハイマー予備軍予備軍もう一緒の話ずっとしますもん、ね、そうそう、うん、僕もちょっと指折って数えてる時、うん、ちょっと今度その YouTube 撮っときましょう、はい、何回言ったか。そうですね、何回言ったかっていうのね。はい、いやいや、まあ本当にね、レース頑張っていただかないと。そうですね、地元なんで、はい、気合入って、はい、あなんかレースお、レースで。レースで聞きたいことありますか。すいません、こもってるの全く忘れてます。ごめんなさい。でも、はい、いや、やっぱね、地元なの、やっぱ公園とかもあると思うんですけど。いや、そうですね。自分たちのその、ね、まあ、家族も余命とか見に来るって言ったんで、ね、ああ、そうなんですね。ちょっと緊張しますね。ああ、やっぱいつもとちょっと違う緊張感があるんです。いや、かなり違いますね。地元記念ってやっぱ気合の入り方が。そうですね。緊張して3日間ぐらい寝てない。本当に。ああ、お父さんと一緒だ。いやでも本当3日ぐらいもう考えて寝れなかったっす。怪しい顔ですけど、ね、怪しい。はい、じゃあ最後に目標。あ、そうですね、はい、まあこの4日間まあかなり気合入ってるんで、もう前々で強い気持ちで、はい、頑張りたいと思ってるんで、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お願いします。はい、では森田優也選手にお話を伺います。お願いします。いや、もう早速このジャージで。前回のまんまから持ってきちゃったんで。あ、え、もうそのまんま？玉野から。一回家帰って。あ、一回家帰って、うん、はい。うん、もう洗濯して待って入れて。あ、待って。大丈夫ですよね。そうでございました。決勝戦ミルブシ選手の3番手ね、あれ出してる。いやちょっと焦っちゃって、うん、はい、あんまミスでしたね、はい、う
タイミングがちょっと合わなかった。そうですね、ちょっともう自分が焦って、詰まっちゃって内に差し込んじゃったような感じで、はい、その時に出たらもうああそうですね、はい、あそこつけ切ってたらね。そうですね、勝負権あったと思ったんですけど、もう無理でしたまあまあその辺は次への課題と。そうですね、はい。でも本当にね、萌香ちゃん最近森田選手はレース見てても充実してるようなね。本当にね、特に最近私もこの私ですら名前を知ったくらいの、ね、はい、ありがとうございます。知ってましたか、森田選手？もちろんです、はい、本当に。じゃあ20歳なんですけど、はい、あ、そうなんですか。まだ全然知ったばっかりなんで、競輪を、はい、これから競輪を覚えていこうと、はい、よろしくお願いします。やっぱ若い女子が増えるってのはいいですよね。あ、そうですね、本当にいいと思いますね、はい、森田優也さんみたいなのはどうなんですか。いやー、なかなかいないと思いますよ。え本当にいないんじゃないですか、あんまり。いない？はい、声かけられたりとか。いやー、ないと思いますね。結構裏切るレースが多いんで車検で貢献して喜ぶのは結構おっちゃんですね。あ、そうですね、うん。なんかね、同地区で言うとやっぱり高いよとか。あ、そうですね、はい、イケメンですよね。女性的そうな、はい、いるじゃないですか、はい、まあ、俺は高いよには負けてないぞっていうポイント。いや、全然負けてますよすごい謙虚。いや、謙虚というか、もう、ヨウさんはかっこいいんで。そうですか、はい、レースも、人も、もう人柄もかっこいいんで、はい、人柄もいい人ですよ、めちゃめちゃ。やっぱあれですよね、暑いと目力あってね。あ、そうですね、もう目離せなくなっちゃいますね、目合わせたらファンみたいな状態になってて、本当に自分の男でももう目離せなくなっちゃうんで。あ、もう、はい、目と目が合ったら、はいはい、体型もすごいですもんねそうですね、折れちゃいますよね絶対思ってない絶対思ってないでしょ。本当に本当にもう、まあね、森田選手はやっぱり鍛えてはいると思いますけど、ああいう鍛え方っていうのはまたちょっとレースは違うのかな。いや、違くはないと思いますよ。なんか、うん、そもそも自分がやってきたものとかもあるんで、うんうんうん、はい、自分はウェイトがあんま好きじゃないタイプなんで、うんうん、はい、乗り込んで、はい、うん、そうですね、やる方だから。だからもう成績はね、今本当に、うん、うん、いやいや、もう先輩と LINE のおかげに助けられてるんで、もう自分は。いや、いいよ、僕森田精一杯好きなんですよ。僕は目と目があったらあれだ聞かないのダメな時はやっぱり、ね、いやいや、勝負行くからね。そうね、簡単に言いたりとかしないと。やっぱレースはね、力強く、力強さとやっぱり負けん気、うん、ね、そういうスタイルで今後もちょっと。そうですね、はい、頑張りたいです、うん。今回最高記念はもう優勝ぐらい目標に設定しててもいいかなと思うんですけど。いや、まずはもう一戦一戦決勝乗ることを考えて頑張りたいです大丈夫ですか、自分で大丈夫っていいに決まってるじゃないですか。はい、ではファンの皆さんに、はい、最後にお願いします。はい、4日間精一杯自分のレースをして頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ここから森沢選手にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりね、森沢選手といえばですよ、全プロ制しました。もう本当にその印象が強いんですけども、佐世保の印象どうですか。いや、そうですね、それまでこうあんまりなんだろう、こういい成績を収めたことがなかったんで、はい、どうかなと思ってたんですけど、本当に全プロ走らせていただいて、はい、ピンピンで優勝させていただいて、うん、本当になんだろう、のいいバンクというか、すごい好きなバンクになりましたね。いや、今回もね、本当にたくさんのお客様が入ると思うんですけど、全プロもすごかったじゃないですか。すごかったですね、はい、かなりそれ力になったと思うんですけど、どうですか。そうですね、本当に僕いつもあんまり応援ないんですけど全プロの時は本当に応援たくさんいただいて、本当に力になりましたね。いや、本当にすごかったですね、はい、客席に感動するぐらいのお客さんが入ってますね。どんな声援、どんな声援ですか。
いや本当に頑張れとか、いい仕事したとか、もう本当にすごいこう、はい、いい仕事したとか言われるといいですね。そう、なんかやっぱ嬉しいですよね。はい、で、表彰式の時なんかもまだすごいお客さん残ってくださってて、はい、本当にこう嬉しく感じましたね。はい、あと最近僕思うのは、若い女性増えてないですか？ああ、そうですね。そういう、そう、前編の時も確かに結構こう、若い女性もいましたし、子供も結構、うん、いてくれて、はい、すごくこうなんかこうなんか変わってきたなっていう感じはありますよね。ね、はい、SNS とか見てるとね、そうですね、あの誰々選手の追っかけだったりとか、うん、そういうのもね、そうですね、もう森沢選手なんかもね、多分ね、表になるだろうからね、まあまあ家庭があるからね、あんまりね、いろいろ言えないとは思うんですけどね。そうですね、ちょっとここではちょっとそうですよ、なんもないですけど、はい、でもやっぱりその、うん、それだけ熱心に応援していただいてるっていうのは本当に嬉しいですよね。はい、いやもう娘さんがね、そうですね、かわいいの、この間ちょっとボケ今5歳と2歳ですね。いや、かわいいですね、もうかわいくて、はい、もうパパに甘えたって、もういやいいな出てきちゃいました、ほんとに。ジャンプロの前傾インタビューの時に、その子供さんと一緒に遊ぶっていうことが息抜きだっておっしゃってたので、そうそう、そういいお父さんだなって思いながら、そうなんですよ、だからね、そんなね、もう競争終わったらまっすぐ家に帰る、そう、はい、もちろんもちろんですよ、いい感じ、もうそうですね、もちろんですね、どこにも寄り道なんてね、もうすぐもう家に帰るんだ、今時期も時期なんでね、まっすぐ帰る、まっすぐ帰る、で練習終わってもまっすぐ家に帰る、いや家で練習するんで、もう家にいますね家で結構家で練習することが多いんで、あ、じゃあもう外に、はい、朝、うん、そう、娘たち保育に送ってって、はい、迎えに行ってなんで、はい、ずっと家にいますね。朝起きて娘さんを保育園、はい、幼稚園から連れてって、連れて行から練習して、戻ってきて練習して、はい、でまた向かい夕方に帰って、そうですね、行って、なんでまあずっといますね、多分何してるか分かってないじゃないですかずっと家にいるなぐらいの、パパは何してる人か、はい、見ないんですか、あの走ってるところレースを、は見てるらしいんですけど、うん、まあ結構違う人を応援してるらしいですね、やっぱりそっか、なんだろう、前回まあ、5万車で黄色だったとすると、うんうん、次のレースもそうだと思って黄色を応援しちゃうんですよ。そっかそっか、はいはいはい、ああ、そう、なるほど、まあ、ヘルメットかぶらずに走ったらパパだってすぐ分かるんですけど、ね、はい、けど、はい、そうね、そう、かぶっちゃうんで、まあ、そう、はい、だからね、森沢選手ってこういうやっぱりヘアスタイルで、まあまあまあやっぱりね、遊んでそうな感じは若干見ないんじゃないですかね、遊んでそうな感じ、そう、そうね、なんか萌えちゃんどう本当に愛してるよって言われたらみんなに言ってんじゃないのみたいな、キャバクラですかここっていう、確かにもうパッて見て森沢選手だっていう分かるようなヘアスタイルではあります、ヘアスタイルではね、そうですね、やっぱりなんかちょっとアピールポイント1個ぐらいないとねと思ったんですけど、最近郡司くんがちょっと金髪になっちゃってね、かぶっちゃってるんでちょっとピンチですね、いや SS 金髪枠取られそうですね、1枠だけあると思うんですけど取られそうです、いやそんなアピールポイントもね、森沢さん本当にね、ちょっと感覚相手のサマーナイトだったけどやれるっていう感じはあったんじゃないですか、うん、そうですね、ちょっとチャックは良くなかったし車検にも貢献できなかったんですけど、うん、まあいつも調節だけすごくこう感じが悪かったりとか調子悪かったりするんですけど、うん、サマーナイトに関しては足的には問題なかったかなっていうね、はい、ここからですよね、じゃあね、そうですね、まあここからというかできればサマーナイトそれはそうです、でもまあ終わっちゃったことはもうしょうがないんで、終わっちゃったことはしょうがないんで、ね、はい、まあでも、はい、本当に一戦一戦しっかり賞金稼がないと、はい、グランプリ出れないんで、まあグランプリやっぱり出場するのが目標なので、はい、はい、本当に一戦一戦気抜かずに頑張りたいですね、いや今年こそはちょっと本当万全の体制でグランプリねそうですね、ちょっと去年失敗しちゃったんで、はい、ね、はい、もう一回ぐらいちょっとこう勝負していきたいですね、そうですね、はい、はい、佐藤慎太郎さんに負けないように、いや勝てないいつまで強くなんですかねいつまで限界超え続けるか、慎、はい、太郎さんいいから俺の後ろ回っといてくださいみたいな言いたいですよね、それぐらいねえ、いやでも僕もちょっとずつこう強くなってるなって感じはあるんですけど、はい、それ以上に慎太郎さんの方が強くなってる気がするんですね、限界突破って限界突破されすぎてちょっとねえ、まあ身近にいい先輩がいるということで、本当にそうですね、やっぱり本当に日本一の追い込みがやっぱり間近にいて一緒に走れるっていうのは本当に勉強になるので、ね、はい、もう慎太郎さんがいてくれるからやっぱり
校の位置を自分で切ってきてるので、はい、そうですね、あの、はい、本当に慎太郎さん後ろに回すぐらいの選手になったのはい、はい、その時はなんかもう 僕はドキドキしそうですけどあの1回だけ回ったことあるんですけど、お客さんのやじすごかったっすそっか、まだ早いぞっていう感じが、まだ認められる、はい、だからそこお客さんに認めてもらうところに行くまでっていう、そうですね、やっぱりみんなに認められて周りを回るぐらいの選手になりたいんで、はい、いやー、マーク選手の序列っていうのも大変なんですね。うん、そうですね、難しいところあるけど、やっぱりでも慎太郎さんより上はもう日本にいないですからね、今ね、うん、やっぱり日本一乗り込みなんで、うん、はい、そうですね、はい、あの相性のいいバンクで活躍期待しておりますんで、はいはい、最後にでは一言お願いします。はい、あの全プロ記念で本当にピンピンで優勝してるんで、あの今回も完全優勝できるように精一杯一戦一戦頑張ります。応援してください。はい、ありがとうございました。森川選手でございました。ありがとうございました。今自転車を組み立てているところですけれどもね、はい、伊藤慎選手でございます。はい、よろしくお願いします。あのね、はい、僕は伊藤慎選手のことをあのうちの事務所にスカウトしたいなと思う。そうなんですか声がいいな。あめちゃいいよ。大津なんて比べ物にならないから。大津さんもなかなかいいすみません、なんかあのあらゆるもんがついてるから一瞬誰か分かんなかった今分かりました。今分かりました。あ、そっかそっか、今分かりました。すみません、いろいろ、ね、すみません、すみません、そうなんですよ、はい、伊藤慎さんの声がいいそんな言うと喋りにくくなりますね答えにくいです ね。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ね、どうでございますか最近のご調子は。最近いいですね。最近なかなか自分ではね、明日ちょっと僕何レースの何番なのかっていうのが全然し 6レースやったか。6レース、6レース、はい、何が良くなってきました。いや、もうシンプルに脚力が良くなってる。脚力、はい、足がついてきた、はい、足が6レースの、あー、前回優勝して、はい、あ、バック取って、まあたまには取りますよたまには取ります。いや、そんなにそんな、 いつもまくりばっかりとかそんなこと言ってないじゃないですか。いやいや、それ言ってますよ言ってないですよ、そんなことを言うわけないじゃないですか。もう絶対入ってくれなくなりますよ。え、そうです、いや、もう口聞いてくれなくなるいや、別にいいですけどね、別にバックなくてもよくないですよ。バックなくても別にいいんですけど、俺はよくないですよ、やっぱりね。そういうレースでやっぱ優勝できたっていうのはやっぱりね。そうですね、うん、まあ良かったですけど、本当に千葉走るようになってからいいんで。え、千葉を走るようになってからもすごい脚力がいい。あれか、ピストか、はい、なんなんか何が効果をもたらす。もうシンプルに脚力で勝負するレースだから。あ、だからもうこの競輪の前者よりも競技の方が硬いから、体に返ってくるダメージも大きいんですよ。だからこう向こうで出すスピードとかパワーっていうのは競輪の方には出ないレベルまで出るんで。あ、そっかそっか。だからこう自分の脚力的にこうその上の高いところまで上げてくれてる感じです。あ、ギアも結構重い。ギアも重いですね、もう5倍近いのを踏んでるから。そっか、だからレースに出ながらすごい負荷かけた練習をやってるみたいな。でまた250だから、うん、3400じゃかからないような G が思いっきりかかるんで。ああ、期間とかってるからね、はい、うん、まあ、言って上がりタイムで10秒3とか4とかって、まあ4、5、うん、結構あることで競輪の方じゃやっぱそこまで出ないじゃないですか、うんうん、それが多分シンプルに脚力が上がってる要因です。ああ、そうか。普段練習でそういう競技を受験して負荷かけてやってるっていうわけではなかったの、これまで。やってましたけど、うん、やっぱりトレーニングでやるのとレースでやるのとまたちょっと違うんで、なかなかレースでそこまで踏まないですからね、うんうん、あ、そっか、はい、もう全力勝負ですもんね、はい、レースになるとね、はい、そっか。じゃあもうちょいちょい開催の間にピストが入ってみたいな感じ。そうですね、まあ今までもやっては来てましたけど、うん、なかなかここまで、うん、あのプロのレースとして走ることはなかったんで、あ、取り組み会があります。あ、それで脚力がついてっていう効果だね。ね、うん、じゃあその調子で。そうですね、佐世保はちょっと直線短いからね。まあでもなんか僕佐世保いつもいいんですよね、うんうんうん、なんか特にその先行まくりとか
先方考えなくてもなんか結構いいんで、うんうん、いい印象を持ってきました。印象を持って目標はどの辺？どこまで行けたらいいかな。でも準優決勝乗れたらいいですね。準決勝乗れたら、はい、まあまあまずは準優に乗って、はいはい、頑張ります頑張ってください、ね、はい、あのすみません、わざわざ手を止めて、本当にすみません、ありがとうございます。ちょっと声が聞きたかったんでいやでもいい話も聞けてティストも、ね、いやそうですね、はいはい、じゃあ最後にちょっと意気込みを。あ、いっそいっそ頑張ります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。伊藤新選手でございました。ではここから林大吾選手にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。お願いします。ここコケボっていうのはどのぐらいぶりになりますか？けど前回の記念ぶりなんで半年ぶりですね。あ、記念の時もはい、で冬ですね。相性とかは悪くないと思います。あの結構得意な、そうですね、好きです。有利な、有利な感じ、まあ、あと前に出させてくれるかくれないかみたいな感じです。それはもう私たちも何と言おうかと。もう厳しい世界ですね、やっぱそうね、確かにね。もう警戒されるもんね、もうね。いやお前出れんかったら何もできんだろみたいな感じたまに出れないってなった時に、はい、ガーン下に降りてみるとか。あー、やっぱそうですね。危ない危ないって思っちゃうから。そうそうそう今だいぶ遠いところみたいな。危ないって思っちゃうから。危ないって思うからね。それだったらもう、あ、この人出れないわと思ったらもう頭を使ってレースは一応やってますね。あ、出れない。そうですね。あ、だからもう、あとはもう一発にまくりにかけてみるみたいな。一発まくりにかけてなかなかないですけど。いやでもね、もうデビューから本当にもうスタイルはもう特にあるよ。いや、そう言っていただけると、そうですね、うん、変わってない、変わらなすぎてちょっと。バック24本、変わり手、逃げ12、あとはゼロ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 。どうしよう、どうしようですね、本当。どうしたもんか。いう印象なんですよ、レースがね。どうしたもんかっすね。なかなかね、良くも悪くもです。良くも悪くもですね。これはあの林家の血みたいなのあるんですか？いやもう最初はとりあえずもう先行できればとりあえずもうまくりも一応出るようになるだろうみたいな感じで、でも一番得意な先方が先行になってしまったらもうそれ以外できなくなるっていう逆パターンですね。できなくなってしまう。できなくな、まあでも結構みんな逃げ6まくり4とか、あ、そうです、ね、逃げ5まくり3みたいな、やっぱね、そうですね、道中でやり合っちゃうから、うんうん、まくろうと思っても、うん、その時の足がまだ溜まりきってないみたいな感じになるんで、うんうんうん、もう最初からまくり込みであのレース組み立てればいいんですけど。あ、それ込みでね、まずはやっぱり先行するっていうの。そうですね、今は決まり手の話になったからあれだけど、中々レースまあ、そんなほらバック14逃げ8 あと0。そうそう最終らしい。いやいや、それこそ今回やったら千葉の野口さん来てるから負けられないですね。あ、負けられない。野口さんそっちの勝負になっちゃう。野口さん決まり手なんだろう。野口さんも、まあ、やばいっす。野口さんバック23。そうっす。でも野口さんまくり3ついてる。いやー、けどもうやっぱ年齢的なもんで負けてますね。この年までお前先行でやれるかって言われたらちょっと確かにね、確かにね、そうですね。もう他のところにちょっとね、そうですね、もうちょっと器用になりたいですね。それが課題。課題ですね。それに向けて、あ、どうの野口さんいた。あ、いましたね。うん、いましたね。でかいな。体格すごいね。やばいですよ。あのボディから。ね、松戸記念では怒られたんで。怒られた。いや、ボコボコにされました。あ、ボコボコにされた。ボコられた。なんとかどっかでリベンジしないと。そのスタイルで行くならやっぱり野口選手っていうのは超えないといけない壁ですね。そうそうそう、はい、やっぱ、もう、ね、ある意味目標ですね。いや、あの平尾さんがね、もうあの林家、ね、まあ、大学のことを独身のもうっていうね。いつもその話になるんですね。平尾さんと話してたら絶対その話になるんです。平尾さん何回も同じこと言うんですけどね。年に1回はその話してる気がします。ねえ、そうですね、林家大好きみたいですけどね。そうそうそう、いや、まあ、ありがたい限りスタイルもね、うん、
我々車検を買う側からすると非常にありがたいです、ね、あ、分かりやすく九州ライン先行なんだみたいなね、はい、そうですね、はい、けど不気味な存在にはなってみたいですよね。あ、何してくるか分かんないですこいつなんだろうみたいな、はい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 、みたいな感じでいただきます。それに向けて何か自分的に取り組んでることってあるか。ああ、そうですね、練習ではやっぱいろいろやってみてはいますね。だからこういざとなってあこれ何もできないってなったら一番嫌なんで、どっかで見せ場を作れるようななんかこう練習は結構やってますね。兄弟弟2人が出てきてくれたのが一番ありがたいですね、うん、やっぱそれプラスを中井大さん大輔さんと、うん、練習して前に3人いる状態からまくるとかいろいろ練習したりして。そっかそっか、人数増えたから練習のバリエーションとかも増えました、はい、あ、それがいい方向でね、まあ、すごく、うん、中井さんみたいなレースがね渋く いかないですね真逆に言う方向性としては真逆方向性としてはです、はい、まあまあまあ気持ち強くっていうのは一緒に、はい、いいエッセンスをちょっともらいながら。そうですね、はい、若いっす僕よりは何が若いんだろうですけど、ね、はい、では、最後に一言お願いします、はい、そうですね、初日から地元勢の前で頑張らさせてもらうので気合で頑張ります。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、野口博選手でございます。はい、はい、自転車まで組みながら。あ、すいません、はい、いや、今ね、今ね、林大吾選手にお話を伺ってたら、はい、もう野口選手にこの間コテンパンにやられたと。で、あれは、はい、松川のせいです松川の所定の位置取りが悪かったんで。あ、それで、はい、松川のせいですただ本人はえらい力負けしちゃった野口さんのパワーはすげえなと。いや、それです萌え方、どれもこれ見るからにやっぱりもう馬力の塊というかね。いや、そうですよね。僕もパッて見た瞬間の迫力がすごいですもんね。ねえ、うん、いや、なんか野口さんに聞いてみたいことあるんじゃない。いや、本当にやっぱりすっごい細身の選手と選手みたいな、はいはい、ね、本当に鍛え、すごい鍛えてらっしゃる選手といるんですけど、何がそんなに鍛え方がやっぱ違うんですか。あ、多分僕もともとハンマー投げやってたっていうのがかもしれません、ね、そうなんですね。はい、投擲種目出身でうん、うん、筋肉はその時と比べたらどうなんですか、落ちた。筋肉は多分落ちてますね。うん、昔125キロぐらいあったんで、うん、今97、8キロなんで。あ、はい、20後半ぐらいは、はい、痩せちゃったんで、まあ、全部脂肪で落ちてるわけがないんで多分、はい、筋肉もだいぶ落ちてると思います。だから全然やっぱり使うところも違う筋肉も、うん、そうですね、やっぱり、うん、その分なんか一気に前はあったのになくなった部分が、うん、たくさんあって、はい、治療とか行くと、うん、治療の先生は昔の野口はもっと強かったのになみたいなことは言われます、はい、それはまあまあパワーっていう意味ですかね。やっぱり大事な部分っていう体のなんかそういう軸となる部分がやっぱり自転車だとあんまり使わなくてもいいんですけど、うん、はい、でもそこがなくなっちゃうと多分自分らしさがなくなっちゃうんで、うんうん、意識的にやらないっていう感じです。そうかそうか、だから今ハンマー投げやったらやっぱり、あ、もうなんか投げるだけですごいたまにやるときついんで、普段の練習がもう筋トレみたいなことしてたんだなっていう感じですよね、やっぱり。あ、そうかそうか、そうですね、ウォーミングアップがもう今きつい感じです、昔のやつやるとあ、ハンマー投げやってた頃のウォーミングアップをやるだけで、はい、もう今いい練習になっちゃう感じがあったんで。あ、そのウォーミングアップじゃないその先を 5,6 時間やってたときって陸上選手すごいなっていう。あ、今世界陸上やってますけど、はい、そうですね、そう、あ、そう、今日か、元気元気、やっぱそっちの方もやっぱりね、うん、全然やっぱ違うんですね。全然ね、全然違いました、うん、だからやっぱり競輪選手になっても、はい、その名残っていうのはあるじゃないですか。逆になんかやっぱ武田さんとかにやっぱりちょっと、うん、武田豊樹さんとかやっぱり他の種目から来た人にやっぱりちょっとアドバイスもらった時に、自分らしさは絶対なくしちゃいけないって言われたんですけど、完全にその周りのやってる自転車乗りになる必要はなくて、
自分のいいところは絶対なくしちゃいけないからっていう、そこが売りだと思うからって言われた武田さんには。そうかそうか。じゃあ今のその競争スタイルみたいなのもやっぱりその、まあ、そうですね、うん、あとやっぱりその練習とかもちょっとやっぱ自転車の人よりはウェイト多めだったりパワー系が多かったりとかすると思うんですけど、うんうんうん、それでいいのかなっていうふうには、うん、武田さんも言ってたしと思って。いや本当野口さんはあの2週かけてかかった時の後ろの人がヘロヘロなる感じですもん、ね、いや本当ですよ。だらだら踏んでるだけですけど。いやなんだろう、もういかにもこの馬力があるっていうんですかね、瞬発力がないんでそこで。あの普通ね競輪って一般的に、まあ、野口さんの後ろとかにつくと、はい、風の抵抗をより受けないっていうふうに一般的に言うじゃないですか、はいはい、大きい先行選手の方が後ろは楽だって、うん、はいはいはい。野口さんの場合あんま関係ないっていうか、なんかやっぱりその自転車やってなかったせいで、うん、ニュートラとか回すとかが分かんないんでずっと踏んでるんで、うん、そうすると多分後ろの人が踏まないとダメらしくて、はいはいはい、さーっと休めない。いつ常に俺に合わせて踏んでると常に足いっぱいになってて、自転車選手じゃないからって。ああそっか、踏んだりやめたりみたいな感覚が追い込み選手。いや、え、ここでやめんの。スピードターンって乗ったらみんなサーって行くのがサーがないっつって、ずっとダーって行くから常に後ろもこうって言われます。よく言われますそれは。自分はそういうつもりはないんですけど。つもりはないけど、はい、知らないということが、まあ、元々経験がないっていうのはいい方向にあるっていうところは。そのスピードをこうさーっと回してキープするとかっていうイメージがまずないので、はい、力で、いや常に踏んでるみたいな。それだけのやっぱり体と馬力がないとね、うん、本当に強いっていうところですよ。これが自然とできてる。でも萌香ちゃんだったら10人ぐらい持ち上げちゃうよ。トレーニングだけはしてる。ほんと抱っことかヒュってね、できたら多分これ投げたらこのフェンス怖いんじゃない。いやいや、ちょっと怖い。行けちゃうかもしれない。怖い。行けちゃうかもしれない。怖い。ねえ、でもそれぐらいね、本当に。はい。いや、ねえ、はい、ねえ、はい、ではあの最後に一言、はい、じゃあ今節の目標を意気込みお願いします。はい、まあ、自分らしさを出せるようなレースをしていきます。応援よろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。森選手のお話を伺いました。はい、新田雄大選手にお話を伺います。はい、まずはサマーライトお疲れ様でございました。ありがとうございます。はい、決勝まで行きましたけれども、はい、はい、3日間どんなシリーズでしたか。まあ、怪我をしてから、うん、だいたい2ヶ月程度経ったんですけど、うん、まあ、そこからこう徐々にこう回復しながら戦える状態っていうのを、まあ、実感できるあのレースになったと思います。いや本当に高松の宮記念杯の時と比べるとかなり新田さんの仕上がりがこう上がってきたのかな、ね、そうです。まあ、展開とかがかなりありましたけど、うん、でも自分のこう力を発揮できるようなレースっていうのも中にはあったのかなと感じてます。うんうん、準決勝なんかはね、しっかりやっぱり位置も取れたし、はい、まあそうですね、はい、そういうやっぱりちょっと納得いかないところも、いやまあ展開とか、うん、番組とかの問題で、うんうんうん、あれは準決勝に関しては、うん、単純にその自分がこう位置を獲得したっていう感じではないので、取ったというこれはもうみんな多分知ってることなので、全然そんななんか堂々とこう位置取りましたっていう感じではないんですけど、まあまあ相手が相手という、はい、まあでも仕掛ける場所からは仕掛けられたのかなと思ってます。うん、そうですね。じゃあこっからですね、新田さんも盛り返していくというか巻き返していくというまあはい、早く一、はい、日も早く完全体になれるように頑張りたいですね。完全体に、はい、ねえ、森田さん、ね、新田選手まだ20歳で、はい、そうなんですよ。最近本当に競輪を、あ、本当ですか、始めたばっかりで、私はまだ始めてないんで走ることしかやってないんで競輪かける方はわからないですけど、ね、かける方はね、残念ながら、はい、いやもう本当にどうしてもやっぱりファンとして見てしまうっていう部分がね、あ、
ありがとうございます。もう歴が浅いから私ね、はい、だからやっぱオリンピック選手とか言うと、はい、えーってなっちゃったんですよ、ね、そうなんですよ。どうですか今回さえオリンピアンいっぱいいますからね。いやそうなんですよ、ね、はい、チェックしてます。いやじゃあねやっぱり地元の、ね、井上さんとかも、はい、私やっぱり未だに緊張するんですよ。メダリストですからね。そうなんですよ、ね、はい、そうだそうだ、もうダメですね本当に。一般人ファン目線にやっぱりなってしまう。当時一瞬世界記録出しましたからね。一瞬はい、勝ち上がりで1回戦ですね、勝ち上がって決勝に行くんですけど、その時に世界記録出して次の組で抜かれてっていうので、あでも世界記録一瞬出てるんで、一瞬で、チームスプリント、はい、だから世界の井上なんですまあメダル取ってるから世界の井上ですけど、ね、まあまあね銀ですからね、はい、うん、いやでもね新田さんはもうそっちの競技の方はもう全く未練なく、まあ未練なくというか、まあ、勝って終わったわけじゃないんで、うん、悔しさとかも多少ありますけど、うん、ただまあ自分の中ではもうやりきったなっていう感じがあって、うん、まあ、今はどちらかというとその支える側として、うん、関わってます。後進の育成みたいな。そうですね、はい、うん、どうですか、もう今ねすごいやっぱり若い選手強い選手がいっぱい出てきてるから、ね、そうですね、まあ、高校生を対象に、高校生、まあ、大学生を対象に、うんうん、指導の方をしてるんですけど、うん、まあ、自分たちもそうでしたけど、あの年代っていうのはもう突然変異が起こるので、うんうんうん、非常に楽しいですね、やってて。ああ、急になんかのきっかけでタイムがガッと縮まったり。そうですね、まあ、疲れとかどのこうのっていうよりも、うん、結構モチベーションでタイムが上がったりとか、逆に下がっちゃう可能性もあったりとかして、まあ、そこら辺をこう僕も一緒にトレーニングしてるんですけど、まあ、いろんなことをこう学べる環境だなっていうのは感じます、ね、新田選手って高校生にどんな指導をするのかっていうのがなかなかちょっとこうイメージがね。そうですね、まあ、とりあえずうさぎ跳びから始まったそうですか、それですか。まさかあのブノワさんから教わったあれがうさぎ跳びからでもブノワはあれですよ、ブノワの指導としては精神論がまあ大半だったのと、トレーニング内容としては根性論なんで。あ、そうなんだ、はい、科学的ななんとかっていうのはもちろんあるんですけど、それはもう最後の、あの 100% のトレーニングの中の最後の数パーセントでしかなくて、もう基本的には努力をしなきゃ強くならないっていう方針なので、まあ今もそうですけど、みんなやっぱり強くなるためには練習あっての強さではあるっていうのは。じゃあ新田さん、うさぎ跳びっていうのはあながち冗談でもない。そのそうですね、うさぎ跳びはやらないですけど、でもまあまあ、きついトレーニングっていうのは基本的にしてて、この間高校生たちとやった合宿の中では全員が倒れ込むっていう、まあ、これはもう高校生だから倒れ込むってわけじゃなくて、一緒に競輪選手もやるようなトレーニングではあったんですけど、その、まあ、競輪選手とかナショナルチームとかみんなこう倒れ込むような内容で、まあ初めてこう高校生も味わったっていう人たちもいて、いい経験になったんじゃないかなと思いますね。どん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 自分のキャパシティをこう上げていくみたいな感じになるんですかね。そうですね、しんどいことをやることによってね、はい、はい、いや、まあそういう若い子を見てて、また新田さん自身も刺激になるところもあるでしょうしね。そうですね、なんかこう悔しいとか、まあ、あと立場側としては教える側というか、指導に携わる側なので、まあ個人個人の詳しい話、精神状況だったり肉体状況っていうのを聞いたりするんですけど、やっぱ見てる感じと思ってることって違かったりとかして、まあ、そういうところがこう僕の中でも、あ、なんかそういうことを学ばなきゃなっていうこともありますし、見てるだけでやっぱ対話してみないとわからないっていう、はい、そうですね、あるでしょうね。新田選手自身もね、今度は競輪選手として、はい、頑張らないといけないですそうですね、はい、では最後に、まず皆さんにメッセージをお願いします。はい、まあ、真夏の佐世保というと僕たちの高校生の全国大会、まあ、ここでインターハイが行われて、まあ、その時に僕が優勝したっていうとても印象深いあの会場ではあるんですけど、まあ、そういう会場で今回 G3 ということでかなりこう気合を入れてきました。まあ、ちょっと怪我の具合がその日その日で変わるので、
今の状態では絶好調であるんですけど、連日こう同じような状態で絶好調の状態で戦えるように仕上げていきたいと思いますので、ぜひあの連日応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。選手にお話を伺いました。はい、ありがとうございます。すみません、長々といろいろと。ちなみにその優勝、インターハイ優勝したのは何の種目ですか？1キロって言っていいですか？あ、1キロで、何分、1分、あの時1分7秒ですね。僕、手首が折れてて、ちょっと不調だったんですけど、それで優勝。その時に、はい、高校生で1分7秒、はい、あ、今日、あれですね、お城に塗ってないんですね、はい、塗ってないですよ。誰と間違えてる？誰のやつでしたっけ、あれ。誰だったっけかな。あ、そうだ、奈良の三つ葉。あれでしょ、アキさんのやつでしたっけ。え、アキちゃんのやつではないです。奈良誰のやつでしたっけ。なんか写真載せてましたよね。あ、載ってました、載ってました。もう一回撮って、はい、そうです、そうです、そうです。もし、いや、僕あれ普段ちゃいますからあれは違うでしょ。あの、4日間あるんで楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。4日間あるんで、はいはい、何か3回目言いますよ、4日間あるんで楽しみにしてます。でもね、三田さん、僕ね、ネット配信なんですよ。大丈夫、ネットなんで、あの、帰ってから見てるから化粧品、化粧品集めたから。そんな時間が、まあ、夏ですし、ちょっと黒い方もあるかなとは思いながら。あー、わかりました。ちょっとね、あ、撮ってるわ、もう撮ってるわ。撮ってるわ、お城いてわかりました。わかりました。いや、そんな俺も1日ずっとあれでは出ないですよ。いや、全然いいですよ、あの、切り取りでいいんだよ。絶対そうよ、放送5時間ぐらいあるのに。怖いわ。楽しみにしてますね。わかりました。じゃあ、新田選手は1着取るたびに押しろ。わかりました。頑張ります。頑張ります。完全優勝したら4回やらないから。いや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 。ではでは、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、全県インタビュー、はい、何人取ったの？10人ぐらいですか。12、3人ぐらい、うん、そうですね、かな、はい、はい、新田選手で締めくくりと。はい、なんか息が上がってますね。いや、新田選手にまさかお城に塗らないんですかって。誰と間違えてんのかなと思ったんですけどね。一瞬時止まってましたもんね。そう、うん、桜井絹枝のことだとは思わなかったです ね。ありがたいことですけどね、知っていただいてるのも、ね、本当にね、はい、どうだった、あのね、トップレーサーたくさん話してきたけど。いやー、あの、そうですね、本当に、いや、正直緊張してましたよ、うんうん、始まるまで、うん、ただ最後の最後の新田さんで余計緊張しまして、はい、最後は新田さんだったからね。ね、ただ、あの、そのお城への話に関してはもう大爆笑させていただきましたので、はい、新田さんに緊張をほぐしていただいたなって、はい、ね、はい、今後はモリカちゃん一人で行けるように。いや、嘘。びっくりした、はい、びっくりした。明日から、はい、はい、佐世保記念、とにかく盛り上がるように、はい、みんなで力を合わせて、はいはい、頑張ります。頑張っていきたいと思います。以上、全県インタビューでございました。はい、ありがとうございました。